おはようございます。さあ、というわけでね、本日もなかなか波下がることなく炸裂しておりますね。いや、結構でかいですよ。セットは頭オーバー余裕であります。選手の方々いっぱいいますね。結構オートンウェーブですね。いや、これはね、オートンウェーブでははっきり言って胴玉クラフトされてもないです。まだちなみに僕ね、あばらが痛いから特に痛くなりますよね、波はでかいと。あの、でかくてもう一回当たったらね、怪我しますので、ゆっくり治療したいと思います。確かにこうサーフィンやってる上でさ、こう沖出るときにハマるのって本当に辛いよね。じゃあもうあれが嫌で、それだったらもう入りたい。もう途中で心折れて一回曲がらずに帰るわけにいかんから、一回上がりたいじゃん。そう、本当に。そうすると疲れるもん。自分もそうなんやけど、沖出れんときって本当にこう精神的にはあましかよってなるやん。そう、向きになるじゃん。そうだけど、もうそういう時は、しかも大人世代の方って結構ごつめのサーボード乗るやん。いや、だから無理なんだよ。そう、逆にドルフィン効かんし、まあ、パドル速ければサッといけると思うんですけど、パドル速い人でも関係ないぐらいクラフィだってありますし。いや、プロの人でもでかい板の人は回り込んでますからね。そう、だから本当ワンピークのリーフとかは本当にいいなって思いますね。バリとかね、めちゃくちゃでかくても回り込めるじゃないですか。いやー、そう、クラマスもさ、回り込めるじゃん、あと船で行くとこも大体回り込めるじゃん。そうじゃないとちょっとね、やっぱりバリウェブ、ウェブルなんか歩いて戻るから最高ですよ。そうっす。あ、パドルがネックですね。そんなこと言っとったらサーファーじゃないんですけど、ただ別に無理はしたくないってことですよね、簡単に。まあ、昨日もだって大洗いで一人亡くなってんすよ。本当にだから本当に無理はせんといてください、はい、このぐらい余裕だから行けとか言って友達を無理やり行かすのが一番危ないと思う。いや、本当にね、自分が行けるからって友達は行かすのは確かに良くないですね。だから自分が行けるからって親を行かすのはもっと悪いですよね。それはギリセーフ。いや、それは大丈夫。いっぺん聞いてみたいですね、他の人に大丈夫かどうか。それはギリですよ。元のウェーブになっちゃうからな、そういう時だと。まあ、とにかく今日もヤバいやつ決めてくださいよ。ヤバいの決めれるように頑張っていきたいと思います。行きましたね。おー、暑いんだ。 B さん持ってかないと暑そう。千葉のね、砂浜ちょっと黒いので暑いんですよね。海水浴場行くと水撒いたりね、歩く道決めてくれてるとこありますからね。うわー、炸裂しとるけど、ちょっといい形の波乗れてませんね。行けるかな。あ、行きましたね。ワンタン、次抜けれる。抜けろ抜けろ。あ、こっから張ってこい。諦めるな、いっぺん下がる下がる。で、ヒット。よし、決めた。やっと1本決めましたね。ゲッティングですね。こっから行くとどんな感じ、プロが。ちょっとね、見ていきましょう。こんな感じでね、ガンガン来ます。これね、うわー、また来ましたよ。とりあえず、もうちょっと出るとね、さっとね、もううねりが弱くなるんで、インサイドだけこの辺きついので、もうちょいかな。一回ね、インサイドまで乗っちゃうとこれ疲れるので、多分ね、いけそうもないやつはプルアウトしちゃうと思うんですけど、まあこういう、僕はやりたくないですけど、こういうゲッティング、パドルのね、トレーニングだと思えば。あ、まだいけるな。もうこれはもうこれで超えた。行くかな。行きました。軽いけど、これ待つ、戻って張ってくると待つ。降りろ降りろ、ここで降りる。あーあー、クルリンバ成功したでよかったけど、せっかく降りた。これでメイク。ああ、あっこでクルリンバ失敗しとったら今のセクションいけんかったですよね。怖いですね。行きましたね。お、張ってきたぞ。あーっと、一発目入った。ここで、あーっと、一発目な、なんかちょっとな。うわー、これはね、ちょっともう白くなってきちゃってなかなか難しいですね。もうほぼクローズに近いですね、これは。そこまでね、むちゃくちゃ上がってきてるわけじゃないんですよね、サイズが。でもなんか崩れちゃいますね。行くかな。あ、行きました。これ高さある。ボトムダウンから、あー、今のヒットね、しっかりできたらよかったのに。もう一発行く。だんだん何度か耐えて。はい、というわけでね、本日は朝のセッション終了したんですけど、いや、今日はね、ちょっとクローズ気味で、なんかもうめちゃくちゃなとこで割れてたりしてたんですけど、でもね、こういう陸から見たら、うわ、
クローズやなってなるんですけど、意外と入ったらね、面良くていい波ではないんやけど、なんか落ち着いてるように感じたんですよね、入ってたら。でもこう見たらほぼクローズですよね。途中でも一回真っ白でクローズになったんだけど、で人いなくなっちゃったじゃん。もう今若干入っとったりとか3、4人もうショルダーがなかったですね、今日はほぼ。でそれをね、途中で我慢したり、フィニッシュ入れてたらいいかなって感じやったけど、最近の中で一番あれですね、ゲーティングガードがめんどくさい感じでした。一回ゲット俺全部取ったんだけど、それはなんかうまいこと出たんだよね。まあちょっとね、逆にもうちょっと食らってくれよって思うぐらい。まあでもいい練習できましたね。でポジティブに考えてん、これゲットがハマるってことはパドルが強くなるってことだから、トレーニングするより出なしょうがないから、つまらんけどトレーニングはなるから、そうやって思いますよ。まあそうですね、まあ、でかい波も小さい波もこういい波ゲットして決めるとめちゃくちゃ、ね、楽しくなりますし、逆に、ね、決めれんかったらテンション下がりますけど、で普通こういうサイズの波って PU でガンガンいくと思うんですけど、このサイボードはねカーボン EPS でブラックシープね、びっくりするぐらいいけるんですよね。なんかこれが一番今自分の中でフィットしてますね。いやでもちょっと乗ってほしいな、ラウンドテールの 3.0 とかさ、ちょっと夕方やってほしいなと思いながら撮ってましたね。一方あのなんていうの、ショルダーがなさすぎて、でこうボトム入ってでターンするときにこう斜めに入ったらもうショルダーがないから、真下に降りて真上に上がってぶちこけたの。あれ俺不思議に思った、いつもあれ転ばんじゃん。いや違う、真下に降りすぎたんですよね。でもう上に上がる頃には波が来とったから、だから意外と、でもあれ焦げたけどいい練習になりましたね。なんていうんやろ、普通の波でも自分結構こう斜めに入ることが多くて、それって本当に良くないし点数的にも伸びやん話なんで、あれいい練習できましたね。こう真下に降りて真上に上がる。いやあれ見たよ、なんでほんでここで転ぶんだ。あれ PU じゃないから弾いたのかなと思ったけど、そういう意味じゃないんだ。そういう問題じゃなかったです、もう無理でした。でもいい練習できました。視聴者の方もね、こうノーズをこうなるべく上に上げるターンやりたい方おると思うんですけど、まあ、ぜひね、あのなんてやってみなさい。まあでもこれはね、まあ、特訓になったと思って、まあ今真っ白、まあ、でも映らんと思うけど、もう今真っ白です。だからサーブボード、でもターンでね、サーブボードを縦になるべく縦に上げたいなら、もう絶対にあれですよね、目線、はい、目線とボトムですよね。しっかりボトム取らないで上げれるわけないから、斜めに下がっても無理じゃん。縦に降りるから縦に上がれるってこと。いや本当にそうですね、こう確かにこう斜めに走って真縦って絶対無理だから、うん、なんかワイパーみたいな動きで、はい、真下に行けば真上に上がれるから。真下に降りてもうジャンプと一緒っすね。分かりやすいのがみのりさんとかさ、野中美奈子選手って真下に行って 真上に行くから、そう、もう縦に上げたいなら上げたいならボトム取るっていう話して、今日は僕それいい練習できました。というわけで本日ですね、朝のセッション終了でお疲れ様でした。お疲れ様です。さあというわけでね、午後のセッションやっていくんですけど、いやもうほぼクローズみたいになってますね、白くて。いやすごい、でも選手はいるんだよね。そのクローズっていうっぽいんですけど、だけど意外とね綺麗に割れる波もあるんで、やっぱり選手の方もね練習にやっぱ来てますね。はい、自分もちょっといい波に乗って、あのいいセッションやっていきたいんですけども、こんなねせっかく波あるんで、こういう時にこそやったら面白い10分間のカットでね、あのやっていきたいと思います。もう試合やと思っても止まらずいきますよ。ゲッティングで10分ハマったらもう終わりですよ。ゲッティングの動画になりますから、ね、いやゲッティング解説動画なんて終わりやから、そうだからもうそこまで含めて気合い入れます。もう試合とかでもそうなんやけど、ゲッティングでハマったら本当になんていうの、普段の100倍を焦り始めるんですよね。結構経験あるのがもうここでの経験やったんですけど、この波がやばすぎてスタートが聞こえてなくて、でスタート7分開始後ぐらいにやっと落ち着いて、でなんてやろ、普段喋らんけど同じヒートの選手に始まったみたいな、いや7分経過みたいな、終わったみたいな経験もあるんですよね。だから本当ゲッティングアウトはもう命なんで、まあ、その辺もちょっと試合とか思いながらやっていこうかなと思いますね。だからちょっと今回はもう映画の話とかもいらん話なしで、いや10分間乗らんかったらじゃあ何、黙っとったらやばいからね。でも注目の話ですよ、もう一般サーファー目線で話しよう。はい、わかりました。まあでもねすごい波割れてますから、まあちょっと行ってください。じゃあというわけでやっていきます。とこいで結構ねプロでもゲッティング大変みたいですのでね、今マノア選手入ってきて特大セット乗ったそうですね。
反対側からね回り込むみたいですね。さらにでかくなってきてますからね。はい、これね反対側から出てきましたね。こういう時もあるんですよね、流れによって。で左から出ないと一気に右に流れる時もあるし、このカレントの向きなんですよね。どうも右からの流れがあるみたいですね、向こうから行った方がいいってことは。レフトボトムターンからワンターン、あーっともったいないで行きましたね、これ、ボトムターンから、あー何もできない、行きます、あー行けない、あ行った、早い、行けるのか、あーっとヒットワンターン、あー2発目できない。今から10分か、その前にも撮ってたんですけど、あ行きましたよ、カーブして、あー決めたな、これは決めましたよ、今しっかり決めました、決めましたね。今の1本目からいきなりいいんじゃないですか。まあでもどうだろう、今は5時40分5時ぐらいに入った時にもうすでに強烈なカレントが入っていて、こうやって真っ白になってね、もう結構ちょっとみんな上がっちゃったかな、クローズっぽく。明日がどうなるかは分かりませんけど、ギリできればね練習になるし、できなかったらねちょっと小さいとこを探すしかないですね。プロサーファーはねお盆でも練習してするしかないし、来週再来週かな、お前だけで試合やりますから。あれ見失っちゃったな、あーここ随分流されてますね。もう上がれないか、ここはそれこそゲットン10分かかるっていうことで、一回上がるしかない、プロでも見逃すとこでしたね。やっぱ走ってね右から行くしか、左に流れが強いのでこっちからゲットしたらどん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 左に流れちゃうんですよね。もう一回こうやってプロでも陸を走って右から上がるしかない、試合でもねこうやってやる人いますから、もうこれはねしょうがないですね。で僕らって僕の話ですけど、おっさんなんかもう普段のね大きい時はもう絶対回り込んで上がるようにしてますね。下手したら僕はもう堤防まで行ってね向こうから出ないと出れない感じなので、あ向こうまで回るんだ、こういう感じでプロサーファーでも回り込んでいくっていうことなので、回り込んで続きですけど切れていきます。こちらからねもう素直に回らないととても左側からゲットできないってこと。ただねマノア選手に聞いたら、ここの堤防出たとしてもここで結構食らって大変で、奥の反対側から出てずっとまっすぐ出ちゃえば大回りした方が楽だって言ってましたね。これね下手にねバーッと、これは左に流れるから大丈夫なんですけど、右に流れる場合岩の前まで持ってかれて食らっちゃうと岩に当たるので怖いです。もうそこまで行ったらねもう一般サーファーの人は入らない方がいいですよ、怪我しますから。ちょっとこれをねここ、あーやっぱりここで食らってんな、これ10分食らうっていう動画になりますよね。うわーこれだこれだ、これがねガン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 来るそうですよ、ミドルで。これが結構大変らしくて、まあめっちゃトレーニングだと思ってねパドルの練習ですよね。まあそうやって思えるのか心が折れるのか、僕は余裕で心が折れて帰っちゃう、でも1回ぐらい上がりたいとか思うんですよね。おっとこれをまだまだ来るぞ、あー乗ってくる、早い早い、あーとここだ、もうちょっとだ、もうちょっとで出れますね。まあこれねゲッティングする動画じゃないんですけど、食らいまくってこの一発超えたらいけるか、あーこれで、あーギリギリ超えて次来た、どうなのこれ、これ超えたらもう、あどこにいる、ここで、あ超えて大丈夫だ、これでもうまあとりあえずね OK ですね。あーどうなの、サーフィンって
こうゲッティングっていうのもあるから過酷ですね。これがね、リフトとかで行けるったり、まあ CT だとあんまりでかい時ジェットスキーで行くんですけど、まあ普通の試合とかね、 QS だとやっぱりパドルで帰るっていうのもあるので、やっぱりボクサー並みの体力もいりますよね。でやっぱりどうだろう、スタミナつけるっていうことでランニングとかも大事なのですかね。とりあえず上がって、もう6分ぐらい経過したのかな、あと4分で10分でとりあえず1本乗って、これはねどうだろう、でも今回長い間クローズっていうかなかなか入れない、ちょうどお盆でね、多分エアビーとかあの宿も満員だと思うんですけど、サーフィンはもう全く誰も一人もいません。ここにね選手がいるだけで、どうしてんでしょうね。クローズ、まあ雨とか台風でね、大雨でそういう面では大丈夫なんですけど、まあ観光するしかないなって乗りましたね。これでもうここでプルアウトして行かないと、インサイド来ちゃうとまた5分かかりますね。観光客の人はね、でブルーベリー狩りとか行ってる人いましたから、まだね天気が悪くないだけ救いで観光はできますよね。海水浴はちょっと危ないですね。もうちょっといますけど、やっぱりインサイドこういうカレントに持ってかれちゃうとお子さんたち怖いのでね、遊泳禁止ではないみたいですね。おっと、うわ特大、これねうまくゴルフにしないと持ってかれちゃったら、これとりあえずミドルからだとまだ出れます、ね、インサイド行っちゃうとやっぱ回り込むっていうことですか。どうだろう、もうそろそろ一番日のね長い時も終わって、だん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 早くなってきますから、日が暮れるのもねこれから早くなりそうですよね。ちょっとパドルしてます。あーっとレフト行って、レフト目ワンターン、これでツーターン入れば前に出ろ、出る出る、これ出れば今だけども、なんかうねりっていうか波が重なっちゃってますからね、アップメイクするのは難しいですよね。あと1分ぐらいで10分かな、とりあえず 2,3 本は乗ってますけど、これでどうするんだろう、上がる、もうこれ上がったら多分時間切れですね。10分この波で10分はねゲットが半分ぐらいになっちゃうので、やっぱり大変です。もうこれで終わりですね。上がれないわ。上がってきました。また明日ですね、筋トレです。これはねまだでも選手の人あと 2人ぐらい入ってるのかな、みんな練習頑張りますね。じゃあということで今回の10分ヒートは終わりってことで、お疲れ様です。お疲れ様。さあというわけでやってきたんですけど、最近一番ハードやったかもしれない。波にパワーがエグすぎるし、沖にも沖出るのも大変やし、インサイドまで行ったら沖出るのね辛いから、インサイドも行くのやめようかなとか思いながらやるんですけど、まあ、そんなん言っとったらね試合あかんくなるんで、もう砂浜ダッシュで走ってやってましたけど、でも今日は今日でねいい練習できましたね。いやー入ってた5時前がちょうどカレント強くなって、マノア選手はもう疲れたって上がって、うん、一気に左に流れるから、左からのゲットはもうプロでも無理だよね。いや無理やったマジで。下手したら堤防の向こうからが一番速いんだってね、やっぱ、うん、最初マノア追い越したらしいじゃん、うん、っていうことはやっぱりもう強烈な左のカレントがあるから、もう左までレギュラー乗ったらもうそのままゲットは無理ってことですよ。プロでも絶対無理でした。もう結構疲労感すごいですもん。まあでもある意味リアルな動画はいいんじゃないですか。はい、まあ、バックサイドこけたのはもったいなかったけどなって感じで、あれねメイクしとったら、でもあれ前の波とダブっとるからなかなか難しいですよ。もうチョンって当てるしかなかったけど、チョンやったら点でやるしみたいな考えながらやってましたね。まあでも練習ですからね、そのメイクしに行ってもダメじゃない、せめてメイクすることを練習しないとダメだから、はい、まあいい練習できたと思いますよ。そうですね、かなりハードでしたけどいい練習できました。まあそんな感じで帰りましょう。さあそんな感じで、じゃあというわけで本日もご視聴ありがとうございました。というわけでお疲れ様です。お疲れ様。